固まんない、もうちょっと固まんないようにやってみよう。で、マキも常に動いてるけど、常に動かなくていい。必要な時だけ動く。真ん中にいたらいい。立ったまま、出して、出して。うん、で、大輔向こう行った。相手の状況見る。戻す。常に行かなくていい。必要な時だけ行く。もしいい選手だったらこう来た時に、意味なしに動いちゃったらこう2対2にされる。この状態で、要はディフェンス連れてきて向こう出せないから、相手が多いとこに行っちゃダメ。